皆さんおはようございます。下地幹雄でございます。知事選挙に立候補させていただくことになりました。なぜ私がこのワシントンに来てホワイトハウス前でこの出馬表明のお話をさせていただいているのか。日本政府だけでは解決しないんです。私の今までのこの経験を全て出し切りたい。私たちはやれるんです。必ず解決します。私たちは77年前このホワイトハウスが決めて沖縄がアメリカの施政権下に置かれました。それから27年経ちました。私たちは日本復帰をしたのであります。今日で50年目を迎えています。沖縄の運命はこのホワイトハウスが決めてきました。私の今までのこの経験をこのホワイトハウスでワシントンで協議をする力を私は沖縄の基地問題の解決のために全て出し切りたい、その思いであります。3つのことだけをお話しさせてください。一つは基地問題です。もう私たちは普天間基地の辺野古問題には決着をつけます。オール沖縄の人たちと自民党の人たちがもう20年余り戦って結論の出ない旅をしています。もう終わらせるんです。今自民党が言ってるように普天間基地が危ないから辺野古を認める。しかし軟弱地盤を触ったら20年かかるのか30年かかるのかわからない。1兆円かかるのか2兆円かかるのかわからない。それではダメなんです。辺野古における軟弱地盤の工事はもうさせません。普天間基地の危険と騒音の問題は私が6年間緻密に交渉してきた種子島の横の馬毛島、そこが今着工してます。あと3年遅くて4年完成します。普天間飛行場の全ての訓練が馬毛島に行きます。これを明確に私は言えるんです。私たちはどんなにして早く普天間の皆さんに宜野湾の皆さんに終わらせるか、それをやらなければいけない。2つ目は私は子供に投資します。5つの投資をします。1つ目には子供たちのための授業料の無償化、2点目には私たちは給食費の無償化をしなければならない、3点目には18歳までのこの医療費の無料化をやります。4つ目に塾に行ってる子供と塾に行かない子供との差が出ていることはもう誰しもが分かっている。私はそれをなくすんです。最後にこの沖縄の宝物である素質を持った子どもたちが確実に自分の思い通りのさまざまなことにチャレンジできる、その環境を私は作るんです。子どもに投資しましょう。投資したら未来が見えてる。3番目には経済を成長させましょう。1番は観光、2番は民間活力、3番は PFI、 この3つの力を生かしていきます。皆さん、観光は2000万人観光までやりますよ。観光が伸びたら農業が伸びなきゃいけない、製造業が伸びなきゃいけない。それ作るんです。質のいい観光を作る。2つ目には民間投資です。民間投資を増やしましょう。とにかく元気のある街を、都市計画を作る。最後は DFI をやります。予算がいくら国から切られても私たちは社会資本整備確実に自分たち DFI でやっていきます。全ての産業がベストビジネス、そういう経済を作っていくんですね。私の本の中には10兆円って書いてあります。今4兆5千億、2050年までに10兆円の経済を作る。私が出るのは沖縄ラブなんです。沖縄に対する愛情なんです。今のままではダメだと思ってるから出るんです。ザル経済という言葉をもう沖縄からなくしませんか。貧困だという言葉沖縄からなくしませんか。格差のある沖縄、その言葉もなくしませんか。自立できる沖縄、その言葉を作っていませんか。全て今の沖縄ならできる。全てかけて頑張ります。
これが下地幹雄の政治の人生なんだ。この男しか沖縄はよくできない、そういうようなことを思えるように頑張ることをお誓いして、私の質問表明を終わらせていただきます。ありがとうございました。